すべては整った。賛美のうちに
あなたの新しい時がこの地に参りました。オムネスペルファキトゥールインラウダチオーネム、賛美のうちにすべてが完成せり、聖なる方よ、あなたの全き愛よ、全きあがないよ、褒めたたえ、新しい年、そのすべてにあなたの光と愛と癒しが、そうです、全くあがないが現れますように、御子イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。
キリストイエス様、新しい時が来ました。その初めの日にこうしてあなたを礼拝できることを心から嬉しく思います。すべての作られたものが作り主なる神を褒めたたえます。新しい年にあなたの願いが新しくその一歩を進める、いつも新しい願いがなる、あなたの贖いの愛がこの地になる時が来たのだと思います。主の喜びが、主の平安が、主の愛がこの地に、全地に満ちますように。この新しい年の礼拝をあなたの御手に委ね、主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。新年おめでとうございます。なんだかピーター先生はクリスマスの時でも毎日がクリスマスだって、毎日が主なる神様との出会いだから、そしてなんか 毎日が新しい日、新しい年だという思いがします。新しい年というとやっぱり主の願いがね、新しくされる、いや新しくなっていくという喜びの時だと思います。ところが私はというと、25年ぶりに腰が痛くなって、そしてまあえらい目に遭ってます。ぎっくり腰はね、25年前にもう主がこたつのような温かいものを背中に置いてくださったおかげでもう一度も起こらないんですけれども、今回はどうも股関節が外れたみたいな感じで、医者行ってもどこ行ってもなかなか治らなくて、転ばないようにね気をつけてやってます。でそれだけだったらよかったんですけど、昨日ですよね、大晦日の夕方、いきなりアレルギーが起こってね、もう今目は見えて、ま、出てきてるでしょ、もう目がどこ行ったっていうくらい顔がこんな風になって、まあ本当にえらい目に遭いました。でやっぱりこのどうしようってね、新年だというのにこんなね、こんなんでいいのかしらってやっぱり考えますよね。で腰が痛くなったのは最後の礼拝、クリスマス礼拝の翌日だったんですね。だからその後から家の片付けをしようとか、1年分のお掃除しようとね、いろいろいっぱい計画してたんですよ。一切できずにね、もう特に掃除の前だからどうでもいいやって、何でもそこら辺に掘ってますでしょ。それがそのまんまで、家の中を見たら散らかり放題、そして自分はというと顔は腫れちゃってどうしようかって、で歩こうにも歩けないくらい腰は痛いと、もうねもうこんなん最悪だとか言ってね、もう叫んでたんですよね。そしてもうちょっとアレルギーの薬とかもらってたから、飲んだから少しうつらうつら寝たり起きたりしてたんですけれども、ついに2時半ぐらいにお風呂に入ろうって言って決めてお風呂に入りました。そしたらね、なんか一つ言葉が浮かんでくるんですよ。昔よく聞いたんですよね、クリスチャンの人から、こういうことでは証にならないっていう言葉本当にそうだよなってね家は散らかっててひどいわ、腰は痛いわ、顔は腫れ上がってるわって、そしたらね本当に声が聞こえました。いい加減にね、人のための証、証というのは人のためのものだなんて考えるのをやめないかって、証というのはね、私に向かって私のための証なんだよって聞こえたんですよ、お風呂に入っててね。でも本当にありがたかった。そうなんですよね、こういう顔をさらしたら人はどう思うかとか、
人が痛まないかとか、まあ、それ心配したんですよ本当は。で傷つかないかとかね、心配してくださらない、くださるだろうと分かってますけど、しすぎてほしくないし、そしてそういうことも考えたけれども、証というのは主に向かって主のための証をするんだって、そう思ったらね、ひどい状態ですよ。顔はひどい、家はひどい、腰は痛い、でもこのままの私が、私の存在は主の証だと思ったんです。なぜなら私の中に、あ、しまった、私の中には主が間違いなくいてくださり、私はこの信仰に生きてるから、これしかいらないからです。あ、そしたらさらにふと思い出したんですよね。ちょうどテレビのサスペンスで復讐ドラマをやってたんですね。それもね、女性が整形、美容整形を受けたのが失敗でね、もみ消されてね、すっごい顔になってね、それでそうかってね、でそこの中でその女優は言うんですよ、顔は女の命ですって言ってね、そうかなって、私ねそこでね初めて苦笑したんですよね。そうかって、顔は女の命かって、そういう人もいるけど本当は違うよなって、私の命はキリスト、もうこれだと思いました。そしてもう一つ思ったことがあります。これもちょうどテレビでやってたせいなんですけど、記憶を失ってしまう人をね、介護してる情景があったんですね。ということは過去はね、こんなにも私を守り、私を愛し、こんなにもたくさんのことをしてくれたこの人が、もう全部その記憶を失ってしまってね、お人形の、犬のぬいぐるみをね、犬と思って引っ張ってるんですよね。でそれを見た時に思い出しました。何年か前、うちのスタッフの一人が自動車事故に、車でなんか自動車とぶつかったかして、自転車が車の下に引きずり込まれるというような大怪我をしました。でもまあ神様守ってくださったんですけど、彼女はその時記憶を失ったって、自分が誰かね、何かわからない。で私はもうその話を聞いた時は、もう正直言ってものすごいパニックしたんですよね。どんな状態になってもいいって、私が私であればいいと思っていたからです。それすら剥ぎ取られたらどうなるんだろうって。で彼女はその事故のこの記憶を失っている時にね、今聞いたんですけどね、この闇にね、ブワーッとその記憶のない自分がね、もう吸い込まれていきそうになった時にね、ドシンとね、何か落ちてきたのかあったのか知りませんけど、岩のようなものにぶつかってね、記憶を取り戻すって癒されるんですけどね、その岩にはね、イエス・キリストって書いてあったんですって。あ、主の皆がねこの人を守ったって、本人に記憶がなくてもですよ、本人は分かっていなくっても、あなたが信じたキリスト、絶対に離れることのないキリストがうちに生きてくださっていて、このキリストが、この皆が守る。だから私はそうだったって、この主が生きてくださっているから大丈夫なんだって、それだけでいいと思いました。しかしもし彼女のようにイエス・キリストっていう字を、皆を読めなかったり認識できなかったらどうなんだろう。やっぱり痛いというとね、なんかろくなこと考えないんですよね、考えて。そしたら私はね、永遠までもお前は離れないって、終わりの時まで私はあなた方と共にいると言ってくださった神様の約束があるじゃありませんか。私に記憶がなくても、覚えていなくても、それが理解できなくても良いと、私のうちにはキリストが生きておられ、私には与えられた信仰がある、もうどんなにボロボロで何にも分からなくってもいいって、
この信仰があるんだっていうのが湧き上がってきました。きっとね、神様はね、新年にね、これをね伝えてほしいと願われたんだと思いました。でもう私はいいと、もう腹決めたんです。今は遠くからだったらそう見えないけどね、もうこの瓦みたいな、瓦のところに細い目がチュルっていう感じで、もうこれでもよい、そしてちょっとここで転んでもよい、もう何でもよいと、もう本当にボロボロのままでよい、この私はイエス・キリストを信じ、この方の命に生きている、もうこの喜びだけで、この証だけでよいんだと思いました。その後主が語ってくださったことがちょっとあってメモしているので読みますね。お前は何を見るのか、散らかっているところに、痛みの中に贖いがなっているのを見ることはできないのか、顔が腫れると見るべきものを見失うのか、贖いのなっていることを見ることのできるものが贖いを人に伝えることができるのだよ、それが愛である。私はびっくりして問いました。あなたの贖いのことを伝えることが愛なのですか。贖いは十字架のことですよね。十字架を伝えることが愛だということですか。すると愛であり祈りであると、まあ、うちに響いてきました。今年は祈りの年、本当は昨日のカウントダウンの時にお話ししたかったけど、今年は 3.11 とか本当に大きな災害があり、痛み悲しみが満ちていて、もうそのことを私たちはもうずっと祈ってきましたよね。でそのことにあまりに心が捉えられて、12月の6日まででしたけれども、来年は何の年ですかって祈るのをすっかり忘れてたんですね。そしてえらいこっちゃってどうしようと思って、その日祈りました。もう今日中に答えをくださいという無茶な祈りをしました。その日ちょうど働き人礼拝があったので、そこに出たら答えが来るだろうと思いました。そうするとその働き人礼拝の中でね、クリスマス前ですから、暗闇の中を歩いていた民に光が照ったという、イザヤ書の、ね、言葉が語られて、その光という言葉が出るたびにもあまりにハートがドキドキと嬉しくなるもんですから、私は光の年だと思うなんてね言ってしまいました。普通はね、もう1週間か10日は一人で持って祈ってそれから発表するというのに、なんか光っていうのが嬉しくなって言っちゃったんですね。だからでしょうね、その日の午後、平和の祈りと賛美の後、スタッフが私の部屋にやってきて、新しい CD を作りたいと思いますと、チシオの CD がね、もうラテン語のが入っていないし、ラテン語のを中心としたチシオの CD を作りたいって言って、音響のスタッフは言ってきた。そのチシオの祈りがいりますって言いたかったんだと思うんです。チシオの祈りと言った瞬間、雷みたいなものが私の上にボーンと落ちてきました。いつもはそんな示され方はしないんですけど、あの時ちょっと不用意に言ってしまったからね、バーンと来たんだと思います。で祈りの年、これを神様は語っておられるんだろうと思いました。正確には主の血潮の祈りの年です。でもどうしてもその血潮の祈りの年という思いがなくて、どうしても祈りの年なんですね。祈りは主の十字架の血潮があったからこそできるものですよね。なんかだから賛美も十字架通してなるもんだからそれでいいんですけど、あえて祈りの年というのは、十字架を信じる私たちの祈りがなくてはならない年になるということだと思いました。その祈りによってきっと主が願われたことがなる、光が満ちるのだと思いました。今年は
祈りの年、十字架を伝える、十字架の力が地に表されることを祈る年だと思いました。でついここへ来る 2,3 分前だったんですけど、祈りの年にあなたの願いが、新しい願いがまた一つになっていくんですねって言ったら、礼拝だよと聞こえました。礼拝、礼拝が願われている。礼拝をすることによって祈りが、私たちの血潮の祈りが持つ力と同じものが表される。先ほどの中でね、十字架を伝えることが愛だと神様は語られたように思ったんですが、この礼拝によって十字架がなそうとされたこと、贖いの愛がこの地に満ちていくんですよね。そして礼拝、誠の礼拝をする者たちが霊と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠とをもって礼拝すべきである。ここに、ここに神が願われた愛が表される。そして礼拝ごとにこの愛がここだけではない、全地になっていくのだと思いました。主の願いがなりますようにと、主の願いだけがなりますようにと祈ります。サンクトゥスという新しい賛美が与えられました。これもこの新しい年にのために与えられて偶然とは思えないんですが、去年白い鳩の構成の時に大分の木付へ行っている時に与えられたものでした。ある朝もう12時半ぐらいまで仕事をして寝たのに、2時半には起きちゃって、もうどうしても眠りに戻れない。もう真っ暗でね、みんな寝てるんですよね、みんな寝てる。だからもう仕方なしに一人起き出してまた仕事をしていました。でもそうだって一回ぐらい朝風呂に入ってもいいじゃないかとか思って朝風呂に入ったんですね。お湯があってね、こう 岩風呂なんですよね。とっても気持ちがよくてそこに入りました。そしたら空が明けてきて、空がね、この3層になってるんですよね。横のもう雲が一直線に2本、そしてわあ美しい朝焼けだ、こんなのを見るのは3度目だと思いました。正確にはもう少し見てるんですけれども、1度目は白い鳩の直後だった。であと何回か、もう私が自分が2度目と思っているのは、主に出会うことになったあの時、生きているのはもはや私ではない、うちにキリストが生きておられるという時、そして今回。でも今回は特に何かがあったわけではありません。たまたまその2日前にそこにいる馬淵美恵さんが同時配信礼拝で愛が分かったというメッセージをしてくれた礼拝を大分で見てたんですね。その中でもう彼女は愛がわからないんだって、どうしても愛がわからない、クリスチャンとして主を信じているし礼拝にも出ているし主の働きも知っているのになお愛がわからない、随分正直な、ね、告白ですよね。ところがある時この賛美の中でね、ドーンと来るものがあってね、愛がわかった、愛が走りましたって言って、今も愛が走っていますと彼女は言いました。でその時は彼女はね、もうアトピーやらなんか耳鳴りやめまいやとってもひどい時だったんですよね。で分かった、その愛が走るって、これは
生きているのはもはや私ではない、愛が私のうちに生きているのである、走っているのであるということだなんて考えてた、その時の朝焼けだったんです。やっぱり何か新しい時、愛の時をね示す印なんだと思いました。なぜならその時新しいサンクトゥス、聖なる方が響き続けていたからです。まあ、とっても優しくて、そして懐かしくて、そしてある人はちょっとアグヌスデイの賛美に似てるって、本当にそうなんですよね。アグヌスデイって言ったら神の子羊、十字架にほふられた神の子羊を歌っている賛美ですから、まあ、御座にいます方を賛美するときにそのメロディーがね似ていてもおかしくないんですけど、それだったんです。サンクトゥス、サンクトゥス、神様の新しい時、愛の時、祈りの年に与えられた賛美だと思います。
サンクトゥス、新年にふさわしい新しい時を告げる、聖なる時を告げる天の賛美です。2012年、主なる神の全く贖いが見えるように姿を表す、その時を迎えました。昨晩は遅くまでというか遅く時に始まったんですが、カウントダウンサービスで、そして今日が新年礼拝ですから、もう眠たいと思う人もたくさんいたでしょうね。私もいつもの朝よりもむしろ遅く、なんかモヤモヤモヤ、朝だもやもやもや、もっと眠たい、起きよう、釣りに行くのかなと思って、おったけど、あ、新年だだいたいそういう時ってその人が一番何を願ってるかというのが、すぐ分かりますよね。新しい時が来た。修法にも書きましたが、お前たちが呼び覚まさなければ覚めない朝がある。そんな朝が来たのです。呼び覚まさなければ、いつまでも眠っている、いつまでもモヤモヤとしている。しかし呼び覚まされて初めて、そうだ、新年だと言って目覚める。目覚めるというからにはね、もともとあるからでしょ。ないものは目覚めはしないんですよ。眠っていたものが今光が当たって、はあ、時が来た、目覚めるのです。私は信じます、キリストイエス様の贖いは一部の人だけではない、もう全部の被造物すべてを含めて、過去の人まで及び未来のものまで、いや人間だけではない、動植物に至りすべてのものを贖われた。レルであろうじゃないですよ、贖われた、完成したんです。十字架でイエス様が亡くなった最後の言葉は、こと終われり、 It's finished、 Completely finished、 完成したんだ。しかし私たちは完成したにしてはあまりにも不都合が多いじゃないか。この完成は霊的な次元において完成したのです。そして今やその完全に完成した贖いが現象世界にまで姿を現す時、それが終末であります。呼び覚まさなければならないものが2つある。一つは贖いの記憶であります。すべてのものは贖われた、すべては完成した、その記憶を呼び覚ませ。もう一つは
終わりの時のビジョンであります。完成した贖いが現象世界に姿を現す時が来た。神様のビジョンを思い起こせ。それを覚醒させなければ実現しない約束がある。のんべんだらりと寝ていたらいつか朝は来るだろう。違うのです。まことの朝は信仰を持って呼び覚まさなければ現れてこない。その責任があなたにあり私にある。呼び覚まさなければ覚まさなければ覚めない朝がある。たとえどんなにこの地球があれ、たとえ私の体がどんなにボロボロになろうが、覚まさなければならない朝がある。私昔からその嫌いな言葉が あったんですよ。それはもう子羊以前寄生教会の牧師をしておった時代からそうですけどね、言ったことがないというか私の口から信仰として言ったことのない言葉が証にならないという言葉である。私最初にクリスチャンがそういうのを聞いた時にね、なんという連中だろうと思ったんですよ。証にならないって一体どういうことなんですか。自分が立派なクリスチャンであるということを人に見せたいか。神様がそんなことは願っているわけじゃないでしょ。だから子羊はあなたたちは聞いたことがない。私に言わせれば最もゲスな言葉なんです。キリストの栄光が現れればいいんだ。生きているのはもはや私たちではない。自分のために生きるのではないでしょう。キリスト様の栄光のために生きる。私の体がボロボロになろうが、ここ数日みつこさんはヤコブのように足をあいといてたた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 ね、引きずってる。癒しの人がなんでと思うかもしれないけど、癒しは彼女が走っているのではないという証拠であります。癒しはキリスト様がなさることである。そしてその主がこの痛みを許されておるなら、それも主の全き愛の中にあること。私がどのように見えようか、そんなことが大事なことか。それは単にあなたのクリスチャンとしてのプライド以外の何者でもない。だから私はゲスだと言ったんです。ボロボロであってよい。ボロボロのままで死の前に来る。それは私たちに託された重大な重大な仕事があるからです。眠っているものを呼び覚ませ、完成している贖いを呼び覚ませ。まだ多くの人が気がついていない終末のビジョンを呼び覚ませ。時は来ました。今しかない。終末のビジョンとはキリストの花嫁であるエクレシア、神の教会が
天のエルサレムが地に姿を現す、その時であります。さらにそれを具体的に言うならば、礼拝である。先ほど美津子さんが礼拝という言葉を言ったので私はびっくりしました。実は私たちはね、2人でこういうメッセージするときも、どういうメッセージをするかというの話し合いはほとんどしたことはないんです。しない。私は今日は礼拝だというのは知ってました。そして新しい年、2012年、礼と誠、その礼拝が地に実現するときである。いよいよ私たちが人類の先をとなって、霊と誠の礼拝を主に捧げる時である。昨年12月の半ば、白い旗の証がここでありましたよね。たくさんの人が集いましたが、その中で美津子さんが解き明かしの言葉を一つ言った時に、私はびっくりしました。すべては賛美のうちに整えられるという、あの有名な子羊の基調となった、その次じゃないかなと思いました。それほど重大なことが言われたのです。それは礼拝は愛の満ちるところである、礼拝とはキリストの愛である。私はその言葉を聞いたときにもう文字通り震え上がりました。来た、ついに礼拝が姿を現す時が来た。ついに全く愛が姿を現す時が来た。礼拝はキリストの愛が現れるところなんです。愛を知らないというものよ、愛がわからないというものよ、神様の愛ってどんなもの、そういぶかるものよ、この場に来てキリストを拝せよ、ここに私の愛が全うされる、現れる。礼拝は愛の現れるところなのです。そのような礼拝の場を神が設けてくださった、何という特権だろうか。人類最高のステージを神様が私たちのために整えてくださった。お前たちが霊と誠をもって私を拝するところ、そのただ中に私の愛を表そう、そう主が言われる。礼拝こそ祈りへの答えであります。ここに神様が直接答えてくださる。誠の礼拝をする者たちが霊と誠をもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている、今なのです。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝する者を霊と誠をもって礼拝すべきである。贖いは霊の次元において完成していたのです。
そして神は霊である、その全く贖いが礼拝のただ中で現れてくる。神は霊である、礼拝する者も霊と誠を持って礼拝すべきである。御霊の中で、そして私は信じます。霊と誠を持ってという時には聖霊の中のことでありますが、同時にもう姿は見えないけど天に行った者たち、彼らもこの場に行って共に霊です。そして誠とは贖いの真理であります。霊と誠を持って私たちは父を礼拝する、天の者たちと共に死を礼拝する、そうしなければ地球は壊滅するからです。数々の恐ろしい黙示録的な破壊を私たちは見てきました。特に2011年、千年に一度と言われるような大災害が日本の地を襲い、そしてこれから何十年続くであろう原子炉の廃棄までに、もう信じがたいぐらいの困難な時が地を襲ってきました。だからです、霊と誠を持って死なる神を礼拝せよ。日本の運命は、いや地球の運命は、私たちの礼拝にかかっている。私たちが目覚めなければ、あなたが目覚めなければ、失われてしまう。この地が失われてしまう。日本の国が崩壊してしまう。経済の専門家は言います。日本の国の経済はもう本当に危ないところに来ているのだ。日本だけではないですよね。昨年はギリシャを発端としたユーロ圏の経済的な大崩壊が世界を揺らがし始めました。収束する気配は見えていない。しかし日本の国の負債は、総額はギリシャの比ではない、はるかに多いのです。私たちは本当に綱の上を自転車で走っているようなサーカスよりも危ない、そんな局面に差し掛かっている。私は経済がどうなるのかは分からない。しかし日本の国が崩壊してほしくない、切に願います。君の礼拝にかかっている。何度も言いましたが、今こそそれが真実となって現れる時は他にない。イエス様を信じているから、
物質、肉体がなくなっても私たちは天にの場が備えられ一人残らず行くでしょ。行きますよ。あれピーター先生はなんて言わないでくださいね。私も行きます。しかしその時に主から、どうして私がお前に託していた仕事をしなかったのかと言われたら、あなたは何と答えますか。どうして私がお前に託していた週末の地球を救う仕事を、なぜお前は目覚めなかったのか。あなたは何と答えますか。私は政治家が右往左往するのを見てご多分に漏れず、昨年も腹を立て続けておりました。なんという浅ましい連中だと、はあ、30年かかったらもう政治家になってたりと思いましたが、この話をするといつもうちの奥さんがね、3日もたないよと言うんですよ。ああ、まあそれは本当だろうな。暴言、失言もう3日もたずに、当選したかもしれないけど、あっという間に非難轟々で、すいませんでしたと言ってねだからやっぱならなくてよかった。神様はね、もっと大事な仕事があったんです。でも私は腹が立つんです。おい、日本の国が沈没しようとするのに自分が選挙に全然通ることの方が大事なのか。お前たちはがんではないか。がんというのはね、自分のことしか考えないんです。自分が当選することしか考えない。で、体がどうなったって構わへん。そうなんですよ。だからがん細胞というのはね、本当に迷惑な細胞なんです。がん細胞はガリガリ猛者、自分のことしか考えないんです。しかしそんな時代に私たちは生きているではないか。だからあなたの目覚めにかかっているのです。風の教会が目覚めるか、本気になって目覚めるか、それともあなたはまだ他人事であり私の仕事でないというか。私は何回スタッフに向かって語っただろう。あなたたちはよく喧嘩するよな、よく自分が正しいと主張して我慢ならないと言って爆発するよな。あなたは風の教会に呼ばれて代表であり、この世の火種を作っているのはあなたであるということがどうしてもわからない。だからあなたは怒れるんです。あなたに託された仕事に目覚めていないからだ。呼び覚まさなければならない朝がある。呼び覚まさなければならない魂がある。もういい加減にしろ、時は残っていない。2012年、この年に神様がかけました。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、ピーター先生はもうしょっちゅうお怒りになってね、今この一番大変な時に政治家は何してるんだって毎朝聞かされて大変なんです。で、暴言失言があったので一言付け加えておきますが、この自分のことをね主張するがん細胞も
このそのさまざまなこの一番大事なものが見えないものもそのままキリストイエス様を礼拝する時が来てるということなんですよね。その礼拝の中で本当に必要なことが、いらないものは取られるし癒されるし、あるいは癒されないままように見えたままで主を礼拝する、そこに神様の、ね、願いがね表されるんだと思います。サンクトス。その私たちのために天から神の御子が来られた。御子イエス様の体に預かりなさい。パンはキリストイエス様の体を表すものであります。そして尊い血潮は流された。私はお前たちを清めようと主なる神が言われる。キリストのイエス様の体に預かり、その血潮に預かります。サンウィネン。
キリストの体なるパンを取って食べなさい。イエスの血塩であるブドウの汁を子たちよ飲みなさい。キリストイエス様、新しい年の最初の聖餐に預かりました。あなたの体なるパンを食べ、あなたの約束の血潮なるブドウジュースをいただきました。ブドウジュースを飲んだ時、私の贖いはなったという声を聞きました。誠にあなたの贖いはなっています。それを見、それを知り、それを告げる務めが私たちに託されたのだと思います。すでになったあなたの贖いが、贖いの愛がこの年、この地に表されますように。主の願いがなりますように。年の初めの聖餐を感謝し、主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。実は贖いはなったっていう一言の前に、癒しはなっただったんです。私はもまだ痛いですけどね、でも癒しはなった、こっちの方が真実なんですよね。アーメン。主の前に感謝を捧げたいと思います。
見よ、私は新しいことをなす。全く愛が完成し、贖いがなった今こそ。主よ、あなたの新しさをありがとうございます。この年、今日より12月の31日まで、この1年、あなたの全く愛と贖いを信じ賛美いたします。主よ、ありがとうございます。アーメン。時来たれり、父なる神よ、あなたの時が参りました。御子イエス・キリスト様、
あなたの時が来ました。御霊なる御神よ、あなたの時が地に波及しました。それゆえまったき合い、贖いの光、この一年全地にありますように。アーメン。